サニカ皆さん、さあ今回の YouTube はここバンコクから日本に帰る様子をお届けします。僕のこの映像を流す頃にはまた法律が変わっていると思うので、その辺は撮影をせず、単純に日本へ帰る道中をお届けします。1年ぶりの日本、どんな感じなんでしょうか。行ってみましょう。バンコクで買い物をして、総額がいくらだったかな、まあ、ある程度の金額を超えた買い物はタックスリファウンド、税金を返してもらうことができます。バンコクのスワンナプーム空港に来たら10番のゲートのすぐ横に、はい、 VAT リファウンドって書いてあります。 For tourist、 ここで税金を返してもらいます。パスポート、さあその税金は出国手続きした後にこういうようなとこに来てください。あ、これ出口か。まあ、そんなに大きい額ではないけども、やっぱりタックスリファンできるものはね、しておいた方がいいよね。まあ、空港の中はね、前も説明した通り人がね、完全に戻ってきてるので、バンコクの飛行場はすごく賑やかですよ。さあ日本に着きました。おはようございます。今日本時間朝の5時半です。1年ぶりの日本ね。到着して一番最初に感じたのは、日本人ってすごく仕事熱心だなと思った。会う人、出会う人、すれ違うスタッフ全員がおはようございます、こちらです、ものすごく丁寧、ちゃんと挨拶してくれる。なんかこれがね、1年ぶりに帰ってくるとすごく印象的に感じた。だから外国の人が初めて日本に来たらものすごく好印象なんじゃないかな、というのが1年ぶりに帰ってきた時のこの感想です。入国するにあたって今この現在9月1日に必要なのは MySOS というアプリケーションをダウンロードして、出発前に72時間前の PCR 検査陰性証明書を持ってくるということがまあルールなんですけども、この放送をしている頃にはきっと法律も変わって、もっともっと簡単に帰国だったり出国できるようになってるんじゃないかなと思います。で、今回の日本に帰るこの旅なんですけど、この羽田空港で終わりではなくて、僕はここから地元の石川県に移動します。さあ皆さん、およそ16時間かけて帰ってきました。ここが僕のふるさと、石川県金沢市です。羽田空港からここ来るまでにもう一度飛行機を乗って小松空港まで行って、そこから高速バスに乗ってここに来るという道中だったんですけど、もう疲れ果ててて動画を撮ることを忘れてました。なので突然ジャンプしてもうこの金沢に着いています。まあ1年ぶりに地元に帰ってきたわけなんだけど、正直懐かしいとかっていう感想はあまりないかな。バンコクのね、大都市からこの金沢に戻ってきたので、やっぱり車の数だったり綺麗に整備されてる、この日本はね、すごく綺麗だなってやっぱりこれは正直思うし、空気も美味しいし、騒音も少ないからね、そういう意味では少しホッとしてるのかなっていうのが素直な今の感想です。今回はね、このバンコクから戻ってくる道中をお届けしましたけども、まあもっと前から振り返ると、この香港から始まった今回の海外のチャレンジ、3ヶ月の予定が気づけばちょうど1年
経ちました。いろんな思い出があるので一言でまとめるのは難しいんだけど、香港だったらね、隔離から始まってロックダウンも経験したし、で何よりね、お金に換えられない思い出、新しい仲間と出会って、そして新しい仕事の経験ができて、これはね本当に自分のまた人生の糧になります。やっぱり挑戦した価値がありました。とは言っても達成できたこと、そしてまだ達成できなかったことっていうのがあるので、僕のチャレンジっていうのはこれからも続くと思います。まあとりあえず一旦この日本で、ここでの新たなキャリアも築いて、次の海外へ行くための準備を整えようと思います。なので次の YouTube はここ日本からお届けします。それでは皆さん、来週また僕のこのチャンネルでお会いしましょう。さようなら。